トゥー,ー,ー,ーヒーローイーズ、ケラドーブファーストスーパーリブケラが開催決定。おお、平野紫仕様のファンの皆さん、そして日本のエンタメ好きの皆さん、新たな興奮が迫っていますよ。なんと、滝沢秀明氏が手がける、トベトゥービー、所属の豪華13人が、 東京ドームを舞台に繰り広げるスーパーライブ、デューヒーローイーズ、ケラドーブファーストスーパーリブから、が来年3月14日から17日までの4つ日間にわたって開催されることが発表されました。ファン待望のコンサートは今月16日にファンクラブを通じて発表され、そのサプライズの舞台となるのが、なんと東京ドーム。しかも、 トベ所属アーティスト全員が総出演する、まさにファン水前のスペシャルなイベントになること間違いなしです。トベの家族には、元 V6 の三宅県、平野市洋、神宮寺ゆ太、岸ゆ太、元キングプリンスへの北山博光、7人組ボーイズグループイムップ、大統リツなど、総勢13人が所属しています。これは見逃せない。 コンサートの詳細はまだ謎に包まれていますが、興奮を抑えきれないことは確かです。これからの詳細情報を待ち望みつつ、トベのスーパーライブがどんな驚きと感動を届けてくれるのか、心躍る日々が始まりますね。お楽しみに。本文。東京ドームの興奮が、トベ、トゥービー、所属アーティストたちのスーパーライブで最高潮に達する。 滝沢秀明氏が率いるこの注目の新会社は、待望の初コンサート、デューヒーローイーズ、ケラトーブファーストスーパーリブからを、を2023年3月14日から17日まで、東京ドームで繰り広げる計画を発表しました。今月16日に、ファンクラブを通じて、東京ドームでのコンサートを開催することが発表され、ファンの期待が高まっていました。 そしてついに、その詳細が解禁されました。トべの所属アーティスト13人が集結し、東京ドームを華やかに彩るこのスペシャルなイベント、ファンの心をつかむこと間違いなしです。トべファミリーには、元 V6 の三宅県、元、キングプリンス、 の平野市を、神宮寺勇太、岸優太、元キスマイフト2の北山博光、7人組ボーイズグループ、イムップ、そして大統リツなど、実力派アーティストが総勢13人も在籍しています。これぞまさにエンタメの宝庫。コンサートの詳細はまだ一部明らかにされていませんが、ファンたちは熱い期待と興奮を抱えています。 一体どんなスペクタクルなパフォーマンスが繰り広げられるのか、その楽しみに胸が膨らみますね。飛べの初コンサートはファンにとって待ちに待った瞬間となりそうです。メンバーたちの新たな魅力や共演の可能性、そして東京ドームが描く舞台裏の興奮、これらすべてがファンを虜にする要素となることでしょう。ファンの皆さん、カレンダーにはしっかりと、 デューヒーローイーズ、ケラドーブファーストスーパーリブからの日程をマークしておきましょう。東京ドームが熱気に包まれ、飛べのアーティストたちが送る感動のライブに期待大です。新たなエンタメの歴史がここから始まります。飛べの初コンサート、デューヒーローイーズ、ケラドーブファーストスーパーリブからが東京ドームでの開催が確定し、ファンの期待が最高潮に達しています。 トベファミリーの13人が一堂に会し、東京ドームを舞台に繰り広げるこのスペシャルなイベントは、エンタメ界に新たな風を巻き起こすことでしょう。ファンはメンバーたちの魅力に胸を膨らませ、未知の興奮と感動に期待を寄せています。トベのスーパーライブは、日本のエンターテイメント史に散々と輝く1ページを刻むこと必至。 カレンダーの日程を確認し、この非凡なライブ体験に備えましょう。東京ドームがトベの音楽とパフォーマンスで揺れ動く日々が、ファンにとって忘れられない思い出となることでしょう。新たなエンタメの時代が、トベと共に始まります。